なんだ、お前スムラのくせに偉そうだな、お前な。お前こっち来いよ。なんだよ。おう、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 京子。残念でしたよ。最悪。こんなのないよ。はい、それでプテラノドン釣られるのなぜなぜ、ほんまやったなぁ。プテラノドンだったなぁ。なるほど。おい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 、殺さないで。おいおい、こんなところに巻き上がって、おめぇ殺さないで。お前波動砲だろ。違う、本当に違う、殺さないで。なんか役職持ってんのか。役職持ってる、持ってるから殺さないで。言ってみろや。言えない。なんで言えない。言えないやつ。おめえ賢者だろ。賢者じゃない。言えない、言えないよ。おい、おめえスムラのくせに偉そうだな。あ、なんだお前スムラのくせに偉そうだな、お前な。お前こっち来いよ。なんだよ。おう、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 京子。残念でしたよ。おまけに波動砲ポチ。うわ、最悪やこれ、最悪。こんなのないよ。ごめん、あ、不当だ。あ、やばいやばい、バレた。なんか主人さん、主人さん、下に枯れてる。すごい死んでる。腹立つ。隠しろだったのに。めちゃくちゃ腹立つ。隠しろなの。隠しろです。ああ、でも死んじゃったら意味ないよな。どうして隠しろやったん。ジンガーに渡した。タスクが完了した。ジンガーに渡した。波動砲避けてきたのなんだけど。めたい、めたいよ。死人さんよく漏れてるよ。ちょっと下げようぜ。ダメじゃん。これ通報、これ通報かな。メインの真ん中でメタルが波動砲に当たって、なんだろうな、くなりになりました。お亡くなり。はい、そうなの。真ん中飛んでたんですよ。ちょうど真ん中でしたね。まいった。バサ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 撃ってません。ああ、飛んでる。あ、撃てないってこと。バサ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 。はい。縦持ってます。縦。縦持ってる。縦持ってます。影長、影強。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 どっちかっぽいそうだけど。やばい。違います。違います。なぜですか。本当に違います。なぜ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 。俺このなぜなぜがわからないんだけど、僕は金庫で、金庫じゃねえや、貨物の金庫タスクをずっとしていたからです。怪しい位置ではあるよ。怪しい位置だよね、そこ。でも逆に考えてください。若い子が波動砲ならわざわざ貨物で金庫をしてたなんて、怪しい位置にいるなんて言わないよね。なぜなぜ。正直言っただけ。なんかもう怪しくなかった今のすら、ね、怪しかったな。片言になってなかった今ね。あれ、わかんないって言わなきゃいけない。ちゃんと、あ、わかんないって言わなきゃいけないの。すべて話しただけなのに疑われるの。なぜなぜ。あー、オッケー。自分から黒に言ってるから。わかったわかった。覚えたぞ。スキップやってるから。スキップって言ってる時点でおめえだよ。スキップって言った時点でおめえだ。怪しいやついるな。ちょっとなぜなぜ欲しいな。どうしても、どうしてこんなに黒くなってしまうの。なぜなぜ。なんやねそのなぜなぜ。物にしねえと俺も。はっちゃん、あ、ちょっと練習させてよ、ミサトランやってよ。打たれちまうから。最近の若い流行りらしいから、うん。ジュースが飲みたいのに飲み物がないの。なぜなぜ。わかんない。ぷいぷい。いや、なんやねん、グググって。そう、そうやこれ。あと1時間ある、これ。あってんだよな。流行ってんだよ。分かってる時、分かってる時もやった方がいいの、そうやって。そう。それが可愛いみてえなんで、TikTok で流行ってるみたいな感じ。ああ、なるほどね。ああ、OK、OK。若い子受け抜群だから、これ。みんなやってなかったんだけど、なんでなんでも、なんか普通に、あ、まあ、議論してたからか。うん、議論中だし。OK、OK、OK。覚えたわ。たぶんメタルちゃんとかすごい若い子、若い子メタルちゃんにももらってこうか。あのね、ちょっとメタルちゃんさ、ちょっとなぜなぜちょうだい。なぜなぜ。
なぜなぜ。うん、ちょうだい、なんか一個覚えたから。メタルのケツが臭いのなぜなぜ。わかんない、ぷいぷい。これどうすんのこれね。本当に合ってんのね。本当に合ってるねえ。いやいや、あー絶対合ってねえだろなあ。絶対合ってないな。あと一人死んでたら PP やないかい。最低です。あんちゃん可愛い子ぶってどうしちゃったの。いや、ミサトランが言うからだよ。撃ってた人全然ハマってなかったよ。あ、奇遇ですね。全然ハマってなかった。誰だったんですか。瀬戸さんですか。誰ですか。あれなんか二人出てきてない。なんかじゃあ犯人が誰だったか知りたくて。知りたい。アテナさん、あなたですよね。知りたい。アテナちゃん、じゃあ撃ってるね。じゃあアテナちゃんが撃ってるのを見たよ俺は。アシミさんが嘘ついてます。アシミさんが嘘ついてると思う。これ笑っとるやんけ。綺麗なラインできたらどう考えても。アテナがハンマーからビーム出してます。ああ、そうですね。かっこよ。おそらく京子さん相方ですよね、あなた。何言ってるの。京子さんはどこにそんな証拠があんの。京子さんはすごいキモいとこで波動砲ってましたよ。キモいとこ。キモいとこ。そんなとこある。素直な波動砲だった。うん、だから俺はあんま突き上げたくないんだよな。ああ、京子さんのことはね。あ、そうでしょ。何があったか。このことは京子は京子でも鬼門一で撃ってたから、ハテナは金庫のど真ん中で撃って。あ、もう言ったな。全部言ったな今な。全部言った今。鬼門一で撃ってたってなんだよ。騙されてなんか撃ったというか出ちゃったっていうか。波動砲が出ちゃった。確かに撃とうとはしてなかったんよね。そう、撃とうとはしてなくてなんかおもなししちゃったというか。ねえ、違います。ポロリというかね。ポロリ見ないで欲しかった。あなたが見せた恥ずかしいところ。最低だな。セナちゃんも最低だな。 F キーは押さない方がいいからね。 F キー F で波動砲なんだ。あー、なるほど。騙されました。かわいそうです。騙す、こんな可愛い子騙すなんてねえ、瀬戸朝日がひどいと思いませんか皆さん。今日は今日はするかな。瀬戸朝日さんに。わかりました、瀬戸朝日さんですって。わかりました。ハテナでいっか。なんでF キー押してみろって言って押させたんか、もしかして。あぶねえ、俺これ上上がって死んでたら PP だったやん。 PP ってか終わりだったじゃん。いいねえ。あ、どうしよう。今日はいはい。今日はどうする。じゃあ終われねえよ。頑張れ。恋愛の声聞こえてんだっけ。勝ってんだろうな。聞こえてると思うけどね。殺して波動砲撃つんだ。あ、そうだ、それだ。なんとでもなるぞ、まだ。うん、いける。まだ倒すぞ。来てるぞ、来てるぞ、来てるぞ、来てるぞ。よーし、だかこのサボに、このサボに勝ってやれよ。あ、お、そ、普通に切るサボ。ぐるっといくな。あれ、やっぱ連動されてる？連動？打てない、キルした後波動砲、30秒。あ、そんなことない。打てた。あ、いいよ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 。耐えれる。おー、やばい。天才的な波動様。はい。ちなみに今日京子ちゃんはね、僕と名付け呼んで、お、 F 押してみろよって言ったら、F 押して波動砲を初期の真ん中で出してましたよ。波動砲なんて打てませんけども。打てますよ、あなた。私打てません。ちょっと F 押してみてよ。F？騙されました。気づいてね、意味ないところで打ってたもんね。無駄打ちしました。マジでカルちゃんってそういう男しかいないんだな。気づきました。天井天月なく花火かな、どこしえ